エマガイっていうのを作って。何をエマガイってエマガイ来るぜ。これやだよ。秀樹さん、ゴーゾーさん、ありがとう。爽やか、かわいい。10万円ちょうだい。プレミアム G1 レディースチャンピオン、ボートレーススペシャルライブ01チャンピオン、イエーイ。はい、ということで皆さんこんにちは、伊藤恵麻です。はい、はい、皆さんこんにちは、池田ショコラです。そして、はい、皆さんこんにちは、長嶋智弘です。なんじゃこれ。なんなんだこれは。決まりました。さあ、ということで始まりましたけども、今日はあれでしょ、お二人が番組をザックしてるわけでしょ。はい、そうです。してるんですよね。はい、ジャック。してる割にはもう完全に呼び出された感しか出てないですけど。ウイキさん、はい、お願いします。今回はですね、ルールが違いまして、チーム01のエマちゃんとショコラちゃん、そしてウイキさんと僕、うん、はい、の3組で船券対決です。だから今回は僕も買えるということですから、うん、2万円で船券バトルでございます。はい、2万円。だからゼロイチファミリアチームは2万円、チームで2万円、はい、ういちさん2万円。どっち派、本命派か穴派か。私最近穴狙いで行ってるんですよね。いいね、いいね。あとはちょっと自分流で、うん、エマガイっていうのを作って。何をエマガイって。流し56で、はい、エマガイ。当たるんですか。当たるんですか。当たりはしないんですよ。じゃあやめてしまえ。さあ行きましょう。まずは第9レースです。ウイさん、もしかしてできてんの。もう出ました、出ました。じゃあウイさんからいきましょうかね。はい、出た。早速ですけど、ウイチガイワイド1、はいはい、流しの56と、そして16流しですね。うん、渡辺由美選手。あれ、はいはい、どうすればいいんだ。はい、じゃあ教えてあげな。はい、とりあえず書いてみました。消し方よ。いくらかけるかな。ちょっと、ちょっと 見して、エマちゃんそれ。いや、これな、ノートやないからマジックが消えんのよ。ぐちゃぐちゃやらんでええのよ。いや、でもあれですよね、エマちゃん的にはそれを使って、だから全流し、全56のエマガイが来たら、はい、もうこれもうマジでバズりますよ今日。もうそしたら私やることないです。いやいや、まだあんねんけど。9レースでこのエマガイが来たらすごいですよね、ウイチさん。でかいですね。でかいよね。いやー、これ今日当てたいですね。まだちなみに一度も当てたことはないんですけど。じゃあなんでこうたん。123ダッシュ456です。5がいってるよ。え、おっと、え、うん、おっと、5号艇の6号艇渡辺コースタートになっていますが、6号艇スタート伸ばしていきますか。インコイ、インコイ、インコイ。 3決まれ。ちょっと待って、3決まれ。3決まれ。3決まれ。3号艇ほぼ並んでいます。3号艇のダメか。うわ、マジか。あれだけスタート行っててこれか。1号艇の後ろ、奥行4号艇、砂漠3号艇の届かんか。やっぱ134って誰かなかった。私か。いや、誰もないやん。ない。あ、はい、入って早いな。さあ、ということで全員外れということになっております。まあ気を取り直して、まだ一つ目ですからね。そうですね、うん、いけるいける、いっちゃいましょう。10レースなんですが、うん、ここでなんとウイチさんが毎回番組のプロデューサーをいじめるので、たまには見せるプロデューサーの太っ腹企画、ソーシャルディスタンス船券資金上乗せチャンス。よし、もうウイチさんがもう毎回毎回社長をずっと文句言うんで、お金足りないんだもん。お金が足りない、お金が足りないって言うんで、社長がね、もう分かったと、それなら上乗せチャンスを作ろうじゃねえかと、ただではやりたくねえぞということでですね、こちらでございます。まず一つ目、ソーシャルけん玉ディスタンス。わー、どういうことなのこれ。こちら絵がありますが、けん玉のね、乗せる場所によって金額が違います。はい、一番上に刺したら5000円。おお、この赤、一番簡単なとこ1000円。はい、でこっちが2000円。はい、黄色3000円で分かれてます。これを2回チャレンジできます。おお、いきます。ナイス。素晴らしい。5000円。5000円。エマちゃん5000ゲット。やった、さっと上に。あー、惜しい。かわいい、かわいいけど、いけそうな、なんか腰つきがいけそうじゃない。もう入んない、入んない。
わーい、パイ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 、けん玉マン。すごい。コメントは誰か教えてくれました？そうですね、しごろボックスっていうコメントがさっき流れていたのと、あと私的に予想してたのが、1一着の234234でやろうかなって。今回関係あれへん、56全然入ってない。全く関係ないですけど。嘘やろ、ここに来て当てたいんですよね。ここに来て2差し言い出したで。いやもうでもこれは来る気しかしないですね。いやもういいと思うよ。で下がショコラちゃん。はい。おお、134143と234243。12流し。ほう、誰か書いてる参考にしましたか？参考にしてません。いや、しろや。次か、すいません。ルール。そうだった。コメントめっちゃ書いてくれてんのにしてませんって言うたら。みんな本当ごめんなさい。誰かいましたっていう嘘つかれへんかな。次から。ボックスですよね。ボックス。さあ、ということで、本当にね、もう気の強い2人が来たということで。あ、これ2もスタート決めてるね。逆に4がちょっと遅れたよ。スタートを切りました。4号艇が若干へこんでいます。コーススタートは1番外6号艇の土屋千秋ですが、コースは遠めになっています。まず1号艇が先制。1逃げて。うわ、2だ。うそー。スタートは前提正常でした。うそでしょ。これを追って3号艇の向井と1号艇の大竹並んで2番手争い。今のまくり出し決まったと思ったけどな。俺も思った。1周にマーク。2号艇の日高から3号艇の向井、さらに外行って1号艇の大竹になっていますが、2番手はガードを決めて3号艇の向井に移る。3番手1号艇の大竹が流れてきたら234あるやん。4号あるやん。243でもええねんで、ショコラちゃんは。2号艇日高、いや普通に行ったらもう23。あー、うまい。234や。3番手争いですが、いや怖いな、嫌やな。2、3やったらショコラちゃん当たりよ。もっと願って、もっと願って。2はどこ行った？2はもう1、もう先頭先頭先頭。願って。マジかー。さあ、ということで残念ですけど、ちょっと吠えたね、ショコラちゃん。惜しかったですよね。惜しかった。ちょっと心臓バクってなったんじゃないですか。来ました来ました。来たよこれ。今のはもう今井美也選手がね、ちょっとね。私はもうみゆき姉さんのみゆきロケット炸裂。はあ、4からはい行きましたね。あ、まずい、ウイチさんと被ったっていうコメント。いや、それはあのもうデフォです、それは、うん、毎回来ますんで。僕はこれでいきます。1流し6と2131流しで。いや、うわ、長嶋さんと被った、終わった。俺らが出したら絶対にみんながこうやって言うんやろな。まあでもこういう風になるからこそですよ、はい、あの僕らが予想を出さずにダベってると、ええ、ご宅はいいから早く解明を出せっていうのが来るわけじゃないですか。そうなんですよ。だつまり参考にはしてもらえてるってことなので。いや、そういうことですよ。だってウイチさんの12点でしょ、うん、僕の12点24点が今消えたわけですから、うん、そう。だから誰かの役には立ってると思う。立ってることですよ、ね、そういうことですよ、ね、100円にします。私いいの？ちょっと最終でいっぱいかけたいので。おー、分かった。はい、これで。そしたら134ボックスだけ200円みたいな感じ、うん、それやったらまあバランスでね、はい、で134ボックスの2つが来たら300円分あるってことやから。そう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 、全然いいと思います。さあ、ということで4艇ボックス出して、是が非でも当てたい感じが出てきましたよ、ウイチさん。いや、だからね、いいよね、なかなか。いや、いい。もうなんか今まではちょっと高配当的な、あれ、うん、そう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 、エマガイは、いや、エマガイのキーマンの56ないやないか。いや、だからそういうとこもいいんですよ。さすがにもうねえなみたいな感じでブレブレやん。ここで食らうとか、はい、マジか。なかなかのセンスをお持ちな気がするんですよね。すいません、僕足します。はい、流しの56で。おー、ちょっと取られた取られた。いや、買わないんでしょ。エマちゃんが切ったから来るってやつね。はい、エマ切りエマガイ。
あるある。なるほど。これできたら私後でお金もらいます。いや、あるわけないな、そんなもん。エマ切りのエマがいいやないか。あるある。これはちょっと面白くなってきましたよ。みゆきさん行ってないか。行ってる。みゆきさん行ってないか。来い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 。行ってるけどちょっと早いかな。そろっと入りました。5号艇長島巻0台10番あたりの踏み込み、そこから仕掛けていくか。まずは1号艇先生、握った3号艇。うわわわ、みゆきさんもう回れない。来い6、3着。え、待って、6の3着来い。これ1号6で待たるぜ。これやだよ。エマガイ来るぜ。これやだよ。ちょっと待って、1号6熱いな。でも1号6になりそうだけど。やばい、1号6になったらやばい。あ、1号6になる。やな、あー、すごい。うわうわ、最悪。これはひどい。これは最悪。え、紛りとか言ってるからですよ。あ、当たりやん。当たりは当たりだけど。よし。いやいや、当たりやけどさ。でも10点、10点発売やろ。さあ、ミキ10おめでとう。やった。素晴らしいな。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱエマガイってやっぱりなんか呪われてんじゃん。なんで。いや、もうだってエマガイにずっとなりかけた時あんやろ、はい、今までも。そうです、そうです。で、なんかでおかしくなって崩れてきたんやろ、はい、崩れてきちゃいましたね。まさしくそうやん。初当たりやんか、ショコラちゃんは。はい、ビギナーズラック来ましたね。ビギナーズラック来た。はい、だってあれやもんな。そうだ、エマちゃんより多いもんな。そうですね。そうですよ。やっぱ秀樹さんとゴンゾーさん。ああ、秀樹さんとゴンゾーさんのおかげ。意見を。じゃあ秀樹さん、ゴンゾーさん、ありがとうって。もう一回やってき。じゃあもういい、もういい。いや、もう一回やってき。めっちゃ可愛く言うとき。振り返って言うて、振り返ってから言って。いくで、3、2、1、ドン。秀樹さん、ゴンゾーさん、ありがとう。あ、爽やか、可愛い。ということで、12レースも最後の運試し、ソーシャルディスタンス船券チキン上乗せチャンス。やった。さあ、ということで今回のミッションに、クリアした方には追加資金を提供したいと思います。今回は何をするかと言いますと、ソーシャルお絵かきディスタンス。イエーイ。お絵かきですか。お絵かきで、それぞれが絵を描くらしい。で、審査は、発表はもう基地にいる社長が発表するらしい。社長。社長。何の絵描くの。いきますよ、テーマ。お絵かきテーマはこちら。恋。え、恋。これむずいわ。はい、わかりました。書きます。いや、違う違う、わかりましたやないね。そんな恋のこと知ってた。もう書きますよ。え、いや、やばいな。はい、じゃあちょっと誰から行こうか。じゃあショコラちゃん一番人、あの、自信ありそうやったから、ショコラちゃんから行こうや。ショコラちゃんの恋、こちら。いや、なんかせこいわ。完全に勝った。なんかせこい。池まで作ってるせこい。そうそうそう、池で、これあの、五円玉です。遠目からね、見るのも大事だもんね。あの、池にお金投げる人のやつ。せこいせこい。よく投げますよね。めちゃめちゃせこい。ご縁がありますように。これが恋です。あ、分かってるわ。ほな、エマちゃん行こう。はい、行きます。こちら、せーの。あ、うまい。うわ、勝った社長。これも勝った、はい、これも勝った。そうか、やっぱそうか。こっちか。もう吹き出しで勝ちでしょ。そうやって言われたら、はい、俺分かるわ、なんか恋って。はい、ういちさん、お願いします。いいんですか。はい、優勝ですよ。え、あ、なるほど。いや、すごい、たい焼き、たい焼き。いや、これ微妙やな。いやいや、これ見てほしいんです、はい、エマちゃんのと比べて、はい、鱗の向きを見てほしい。確かに。あ、ほんまや、見て。逆だ。あ、確かに。そんな魚いないから。あ、逆やもんね。そう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 。そっか。あ、そういうことか。あと口はもう完全にこれでしょ。はいはいはい。言われてみれば。長島の恋、こちら。うわー、よかったー。さすが美術に。5000円もらえるのは、はい、一体誰なのか。来い。せーの、ドン。やっといった。ということで、特別にエマちゃん。はい、え、はい、え、エマちゃん3000円あげるって。あれ、なんやねんこれ。やった、社長。ちょ、待てや。じゃあ、01チームでってことですよね。01チームで3000円やけど、あのおっさんちょっとキャバクラと勘違いしてない。リモート、リモートね。社長のおじさん。リモキャバ、リモキャバや。社長、ありがとう。
さあということで、先ほどのミッションクリアで現在の残金見ていきましょう。こちらです。さあ僕は変わらず、ういちさんが1万4000円になりました。チーム01、1万9570円になりました。増えた、増えましたね。増えた、やった。腹立つな。ありがとうございます。出します。ういちさん、おー2点。1、3、2、4、7、1000円、まあ、それぞれの選手がそれぞれのコースにイメージがあるという中なので、1、2、3、4に7000円にしようか、1、3、2、4、1、4、2、3の4点に3500円にしようか、とうとういろいろ悩んだんですが、まあ一番その中で、来たらうまいのはどこだろうというところで、最終的に1、3、2、4、はいはい、ここに7000円ずつというのが僕の中では一番うまーなオッズダンスかなと。そういうことですね。いう感じですね。4000円で8000円の、あ、1万円使ってもうてるな。あ、じゃあちょっと下さ、君9500円しか使われへんねん。そうだった、そうだった。それかもう社長って言うて、社長430円ちょうだいって一回画面に言ってみ。社長430円ください。了解ですって今ボソッと聞こえたぞ。聞こえたんかい、おい。隣から。オッケー出るんかい、すぐ。ものすごい早かった。オッケーやて。ありがとうございます、社長。ちょっと待って、ウジさん、この番組こんな番組でしたっけ。初めてですよ、こんなの。残高増えていくんやで、お願いって言うたら。ちょっと俺にしてもらえますか。10万円ちょうだい。ダメ。いや、聞こえたわ、声。秒でダメって言われた、声横から。ダメって。横から来た、横から。いや、面白い。だから、これでじゃあ1万円ずつなったから、2人は。はい。うん、それで勝負しよう。コースポジション、1、2、3、ダッシュ、4、5、6です。スタート揃ったね。ほぼ並んだスリットになっています。あー、でも2がちょっと出ていく。これは逃げた。3号艇だ。うわー、まくり切った。待って、嘘、すごい、まくり切ったよ。1来い、1来い、1来い、1来い。やっぱ遠藤恵美の3か。ということで全員残念。やってもうた。いや、今日はなんかちゃうな、俺もうええわ、反省会でめっちゃ言おう。なんか今日は俺らは勝負に負けてない、社長に負けたんだっていうのを反省会で俺は言いたい。いやちょっとあれやったね、3-1残ったらね。もう私来ると思った、もう3がまくった瞬間に、はい来たと思ったら。どうでした。いや、だいぶエマガイが定着してきたので。いや違う違う、自分が勝ってない。ええ加減せよ、ほんま。え、違いますか、はい、二度とエマガイって言うなよ。さあ、ショコラちゃんどうでした。はい、今日初めてだったんですけど、ボートレース、あの1回当てることができたので、はい、これからちょっとボートレースもちょっと足突っ込んでいこうかなと。いや、突っ込んでいこうだから、もうショコラちゃんもこう見えて30やねんから、ちょっともうちょっとしっかりしたな、大人になっているために。はい、さあ、ということで、明日以降もレースチャンピオン YouTube ライブを楽しんでいただきたいと思います。ということで、ゲストの皆さんありがとうございました。ありがとうございました。今日はこの辺で、さようなら。